2022年12月に時の日本の岸田政権は安全保障関連の3文書と言われる国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つを改定の上で閣議決定し、2023年度の防衛予算からその大幅な増額を実現させたね。これは岸田政権が発足時より掲げてきた日本の防衛力の強化を、その公約通りに政治的に進めた形ではあるが、2022年に正規したロシアによるウクライナ侵攻がその動きを、くしくも後押したと見る向きが多いな。国民からすれば増税を重ねられることになるわけだから、苦しい生活になってしまうかもしれないね。さて今回は、日本の防衛上で主戦力と目される22隻の潜水艦隊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。小安倍首相や前韓首相の政権よりも与党自民党内における現岸田政権は、防衛予算の増額に関してそこまで強硬に推進することを、政治的に強く要望していたわけでもなかったように思えるけど、世論の影響も少なくなかったと映るよね。今回の安全保障関連の3文書の改定と閣議決定では、日本の防衛力の増強の柱にはスタンドオフ能力を向上させることが謳われており、その分野の兵器開発と調達に防衛予算を投入することが大きく報じられているよ。スタンドオフ能力とは、敵の防空ミサイルの有効射程圏外から日本側が攻撃可能な兵装を装備することを指してており、国産の兵器としては一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾がその代表例とされているな。また一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が実戦配備可能となるまでのつなぎとしては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して水上戦闘艦に搭載する方向が打ち出されており、遠距離からの対地対艦攻撃能力の獲得が施行されているぜ。いずれにせよ周囲を世界で6番目の面積を有する広い領海に囲まれた日本では、その防衛力の中核はやはり海上自衛隊の存在によるところが多く、2019年度以降の最後の中期防衛力整備計画で打ち出された体制の構築を急いでいるってわけだ。ここで示されている海上自衛隊の主戦力の体制は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機であり、それらの中でも潜水艦は日本の防衛における最も重要な戦力であると言ってよいだろうね。1945年8月にアメリカを中心とする連合国との太平洋戦争に敗戦を喫し、一時は潜水艦の保有を禁じられていた日本は、1954年に海上自衛隊の発足が行われたことで、再び潜水艦を保有運用する体制を取り戻したんだ。ただしこの時点では潜水艦の建造は太平洋戦争の敗戦によって禁じられていたことから、アメリカ海軍の通常動力型の攻撃型潜水艦である加藤級の民号を貸与され、これを1955年から黒潮として運用、再開を果たしたぜ。この黒潮は海上自衛隊に貸与された後、現三菱重工業者の神戸造船所で環境等の改修工事を行い1966年まで収益。これと並行して川崎重工業者の神戸工場で1957年には戦後初の国産潜水艦である親潮が寄港されるよ。そして3年後の1960年にはこれに続く国産の早潮型2隻が寄港され、同艦はそれぞれ現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場で建造が行われ、今に続くこの両者による国産潜水艦の建造体制が構築されたんだ。今年2023年3月時点における海上自衛隊の潜水艦戦力は、古い方から親潮型が8隻、双竜型が12隻、太平型が2隻の22隻の実戦配備となっており、これとは別に2隻の親潮型が練習用の潜水艦として残されているね。海上自衛隊の潜水艦の数が現行の22隻体制となったのは2011年度の防衛計画の大綱からで、それまでは16隻体制であり、基本毎年1隻ずつの新造艦を現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に収益させてきたってわけ。
16隻体制から現行の22隻体制へと6隻の潜水艦の実戦配備数の増加が行われたことで、それまでは16年プラス練習艦としての数年で退役を迎えていた形が、22年プラス練習艦としての年数に引き上げられた状況だね。今の22年プラス練習艦としての年数という海上自衛隊の潜水艦の収益期間は、他国海軍の潜水艦が少なくとも30年以上は使用されていることが常であることからは贅沢な運用とも思えるが、それだけ海上自衛隊が潜水艦を重視していることの証でもあるな。また現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に2年で1隻を収益させる状態を維持していることで、そんな中で築かれてきた海上自衛隊の潜水艦22隻体制だけど、これを実現させたのは昨年2022年3月からであり、最新鋭の大芸型のネームシップであり一番艦たる大芸が収益したことで確立されたものなんだ。海上自衛隊の潜水艦として最新鋭である大芸型は、今年2023年3月に2番艦の白芸も収益を迎え、同級は最終的に何隻が建造されるのかは不明であるが、今年5月には6番艦の寄港がすでに行われているよ。現状で最も旧式の親潮型が2023年時点で未だ8隻が実戦配備中であることを踏まえれば、その全てを代替するために大芸型は、少なくとも全10隻は建造されるのではないかと、推察されているね。大芸型は全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートル、基準排水量が3000トン、水中排水量が推定で4300トンと目されており、前級である操縦型を踏襲し、若干排水量が大型化したと考えられているみたい。また大芸型はこちらも公表されていないため全てが推定値ではあるが、水中での最大出力は6000馬力で、最大速度は水上で13ノット、水中で18ノット以上と見られ、機関構成を同じくする操縦型の最終の2隻とほぼ同等の性能だと推察されるぜ。海上自衛隊の潜水艦は現行の親潮型、操縦型、大芸型ともにその潜航深度はいずれも機密として明かされてはいないが、装備や建造に使用されて材質等の観点から、およその数値が推察されているからな。まずそうした中で最大値として推察されているのが、潜航深度1000メートルとするもので、これはそういう方が船体に使用している特殊鋼材 NS110 が物理的な計算上からはその数値まで頼ることが判明しているゆえだね。ついで潜航深度を900メートルと推察する見方もあり、これはそういう型が搭載する主兵装である89式超魚雷の性能が、水深900メートルに及ぶことからそれと同等ではないかという点から主張されている説だよ。ただこうした説はあくまでも特殊鋼材 NS110 の耐圧性能や、89式超魚雷の性能をもとに可能性として言及されているもので、潜水艦の本体自体はそこまで実際に到達しているとみなす見方は一般的ではないぜ。少し古い話で恐縮ではあるが、現在の日本の最大の仮想敵国である中国では2017年に操縦型の潜航深度を通常で500メートル、最大で600メートルほどと予想する記事がインターネット上で確認されたな。中国側のこの記事によれば特殊鋼材 NS110 の耐圧性能の最大値は踏まえつつも、操縦型の潜水艦としての大きさや規模を踏まて現実的な推察を行ったと考えられ、個人的にはこれはいい線をついているように感じるぜ。しかし操縦型以降の日本の潜水艦が仮にこうした仮想敵国である中国側の見立て通りの潜航深度を有してると仮定しても、対中国艦艇との対峙が予期される東シナ海は水深はおよそ200メートルほどと非常に浅いんだ。よってそうした水深の浅い海域に日本の潜水艦が進出して作戦行動を行うことは非常な危険を伴うために考えにくく、もっと水深の深い海域に潜んで、全深度にも対応可能と言われている新型の18式超魚雷を活用する運用となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日
本では今年2023年は最大で9連休とも評された大型連休だったけど、その間の5月上旬に東洋有数の貿易港として名高いシンガポールでは、4年ぶりに主として海軍や海防組織に向けた展示会イムデックスアジアが開催されたね。軍事マニアのみんなにとっても、きっと充実した大型連休になったはずだね。今回のこの展示会はイムデックスアジア2023と銘打たれ実施されたもので通算では13回目の開催を数え、シンガポールのチャンギエキシビションセンターにおいて60カ国を超す国々から1万1000名以上の参加が実現した模様だよ。そうだね。さて今回はそんなイムデックスアジア2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イムデックスアジア2023には13カ国の参加国から22隻の艦艇が派遣されており、その中には日本の海上自衛隊も含まれ、同隊の最新鋭の護衛艦である最上型の2番艦熊野もチャンギ海軍基地にその雄姿を見せていたよ。熊野は昨年2022年3月に神奈川県の横須賀を母港とする掃海隊群に配備されたばかりで、1番艦最上も同部隊に翌4月に加わっており、これまでの護衛艦と一線を画すステルス性を前面に出した艦影が特徴だね。最上型護衛艦は3番艦の城が2022年12月、4番艦三熊が2023年3月にともに長崎県の佐世保を母港とする、護衛艦隊の第13護衛隊に配備され、日本の東西に2隻ずつが割り振られた形となっているんだ。今回のイムデックスアジア2023への熊野の参加をめぐっては、日本の SNS 上などにおいて一部では、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦が派遣されることをいぶかしむ意見も散見されたが、この程度の行為で他国に性能を把握されるとは思えないね。でも自国の情報が漏洩することを危惧する声があることは良いことだね。それだけ軍事的な面について考えている人たちがいるってことだから。ただ大半の行動が秘匿されている潜水艦であれば、個別に異なる音紋を他国に収集されるというような危険性もあるだろうけど、ステルス性を高めているとはいえ水上戦闘艦は容易に目視できてしまう存在だからね。したがって敵のレーダーに察知されづらいステルス性を追求しているからといって、その効果がこうした展示会への参加で損なわれる可能性を論じても無意味で、むしろこうした最新鋭艦を海上自衛隊が装備していることを知らしめる効果の方が優先させるんじゃないかな。あえて知らせることで抑止力となりうる方向に進んだわけだね。そういうこと。最上型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としては初となる FFM という新たな艦式号が付与されているけど、これは艦の規模のフリゲートと多用途マルチパーパス、機雷マインの M から取られたものだと説明されているよ。この FFM なる艦式号が示す通り、最上型護衛艦は従来まではもっと小型の掃海艇が専門に担っていた。対機雷戦闘能力を備えている点が大きな特徴であり、対艦対空対戦を含む任務の多様性への対応を目的としているね。ただし最上型護衛艦の兵装は62口径 127mm の MK45 単装砲1機、4連装の1と7式艦対艦誘導弾2機、そして16セルの MK41VLS 垂直発射艦などとなってるが、私兵装たる VLS 垂直発射艦は、しばらくは対戦用のロケットだけの搭載だとされているよ。これは VLS 垂直発射艦で運用する長射程の艦対空及び艦対艦ミサイルの選定に時間を要するためとされており、かつ予算の都合上そもそもの VLS 垂直発射艦自体の搭載が後日対応であり、その点は確かに心もとないね。また最上型護衛艦の16セルという VLS 垂直発射艦の数も、日本の仮想敵国である、中国海軍の 054A 型ジャンカイ2型フリゲートや、ロシア海軍の、アドミラルゴルシコフ級フリゲートの同32セルと比すれば半分に過ぎない点も事実だね。こうした最上型護衛艦の軽兵装は中国の SNS 上などのコメントでは当然のことのように揶揄されて入るけど、海上自衛隊としてはこのクラスの艦艇に重兵装は、不要と判断していることの表れでもあり、一概に断ずべき部分ではないのだろうね。また最上型護衛艦が収益を始めた時点においては、
同級は最大で22隻という大量建設の可能性があることも指摘されていたけど、2023年1月末に2024年度からはさらに新型の FFM の建造が予定されると判明し、12隻で終了することが確定しているよ。ただし個人的には新型 FFM とは言うものの、最上型から抜本的な変更が行われるとは考えにくく、これまでに判明した最上型の改善点を盛り込んだ形で、自動車でいう大規模マイナーチェンジ的なものに相当するのではと予想するよ。さて今回のイムデックスアジア2023に参加した熊野だけど、そこでイギリスの軍事専門誌のジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌の取材を受け、UUV 機雷探索用に開発された無人機の運用が開始されていることが判明したね。この UUV 機雷探索用に開発された無人機は三菱重工業者が製造を担当し、2013年から2016年の期間をかけて開発されたもので、海上自衛隊での正式な装備名称は OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機と呼称されているよ。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー氏の取材で明かされた内容によれば、熊野のみではなくこれまでに収益を行った4隻すべての最上型護衛艦でこの2023年3月以降、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は運用が開始されたというんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の特徴は、水中を自立的に航行して様々な種類の機雷を探知する無人機であり、全長は 4.0 メートル、全幅は 0.5 メートル、総重量は 0.9 トン、水中での最大速度は7ノットとなっているね。機雷は製造コストが安価な割には、敷設されてしまえばその海域を比較的容易に海上封鎖することが可能な兵器であり、かつ近年では新しい技術を取り入れた発見が困難なステルス性を持たせたものや、海底に埋没させる形式のものなどが登場してきているよ。こうした新型の機雷の前には、従来の掃海艇のように自らがその敷設された海域に入り込んで、除去を行うことが著しく困難となっており、有人の掃海艇では、対応が難しいそれらの機雷に対し、新たな対処方法が模索されてきたよ。そこで開発されたのが OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、探知自体が難しくなった機雷を広い海域に渡って自立した航行を行うことによって、万一の際の人的な損耗を防止しつつその探知を行う任務を遂行するんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、2種類の異なる周波数帯に対応した合成海溝ソーナーを搭載しており、低周波に対しては日本の NEC 社製、高周波に対してはフランスのタレス社製のソーナーを採用しているみたい。日本の NEC 社製、フランスのタレス社製の2種類の合成海溝ソーナーによって、機雷そのものはもとよりその埋没した海底の地形の情報を取得することを可能としており、この仕組みを備える UUV 機雷探索用に開発された無人機としては世界初となっているね。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、昨今の海上自衛隊の潜水艦と同様に、本体には高度な姿勢制御が可能な X 舵を備え、充電方式のリチウムイオンバッテリーを動力として、4ノット航行ならば最長でおよそ9時間に及ぶ駆動を実現しているんだ。こうした OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機が持つ機能は、フランスの大手軍需関連企業である、タレス社の技術が用いられていることは比較的にメディア等への露出も多く、知名度も高いものと想像されるね。かたや日本の NEC 社はこうした軍需用途への参画はあまり大々的には取り上げられていない気もするが、今年2023年3月中旬に千葉の幕張メッセで開催された DSEI JAPAN 2023では、同社のブース内で OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の模型が展示されたよ。日本の防衛産業に製品を開発している企業は、どうしても自衛隊のみが供給先であるため製造数量が限られ、商用的には採算が合わないことが多く撤退企業も後を絶たないが、NEC 社には防衛産業分野でさらなる協力を願わずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
空母化改修工事中の護衛艦加賀だけど、その艦首がやっと四角へ改修されたという情報が入ってきたよ。艦載機となる F-35B 戦闘機も2024年には日本へ納入される予定になっているね。この F-35B については、2023年度予算に8機分の購入金額が組まれていたな。さて今回は、この四角へ変化した艦首について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。コロナに明け、ロシアのウクライナ侵攻に世界が揺れた2022年も残りあとわずかになったよね。しかし日本の広大な領海を防衛している海上自衛隊には年末も正月も関係ないんだ。現在、所有している艦艇の中で最大サイズの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修工事が継続されているよ。出雲型護衛艦は2012年から2017年の6年かけて1番艦出雲と2番艦加賀が、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造され、この2隻は海上自衛隊内では艦式号 DDH と呼ばれているんだって。この2隻の出雲型護衛艦の前級は同じ DDH で海自初の全通式飛行艦パントクを備えた日向型護衛艦で、日向型の建造と運用ノウハウを活用して生産されたのが出雲型となっていて、前級より、回転翼機の搭載能力を高めているみたい。日本の海上自衛隊では、出雲型護衛艦は前述した通り DDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきたけど、世界の基準に照らし合わせるとイギリスの著名なジェイン連艦などでもヘリ空母に分類されているよ。そのため出雲型護衛艦は他国の海軍の基準では回転翼機を搭載する軽空母という扱いなんだけど、日本はそうはいかず、政治的に航空母艦保有を公に述べることが難しかったから、収益した時から極力そういった見方をされることは避けていたという感じを受けたものだね。国会が代表する政治の場でも、出雲型護衛艦に全通式飛行艦パンを採用した外観のせいで、当時の反対派から海上自衛隊は航空母艦を建造、保有しているという批判が上がり、苦しい答弁を続けていたという記憶をしている方も多いだろうな。この時点では出雲型護衛艦が航空母艦に実際に改修されるとは、個人的には想像もしていなかったぜ。しかし、中国による南西諸島方面への圧力が増大したこと、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の実用化が後押ししたようとも思われるな。でも、例えば韓国海軍のドクト級強襲揚陸艦には F-35 ライトニング 2B 型が実用化されているけど、肝心の対応可能なエレベーターが装備されていない艦艇なんだ。一方、出雲型護衛艦は F-35 の運用に適応したエレベーターをもともと備えていて、これはいずれ本当に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するかどうかは別としても、そういった事態が到来することに備えてエレベーター規格そのものを対応可能なものに設計していた先見性の高さが功を奏したと言えるね。出雲型護衛艦が持っているそうした艦艇としての基礎や、中国の脅威増大という外的要因、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸垂直離着陸が可能な、戦闘機の実用化などの事情が重なったことが現在に繋がっているということだろうな。こんな出雲型護衛艦の2番艦が加賀で、ネームシップにして1番艦の出雲と同じく5年おきに行う予定の大規模点検のタイミングに合わせて、大きく2度に分けた航空母艦化改修が進められているよ。加賀はちょうど今年、1回目の大規模点検の時期に当たっているから、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックで改修工事が行われているんだ。1番艦で先輩格の出雲とは違ったアプローチで行われているみたい。出雲の1回目の改修工事の内容だけど、全通式飛行甲板に耐熱加工が施され、これは艦載機である F-35 ライトニング 2B 型戦闘機のエンジンから高温の排気熱が吹き出されるから、それへの対応だね。同時にどんな悪天候であっても着艦を誘導できるシステム等の導入も実施されているんだって。では加賀はというと、上空から見た場合に艦首部分の飛行甲板がはっきりわかる台形状と認識できたけど、
この形をアメリカの強襲揚陸艦に見られるような四角形に変更する工事が行われていて、この変更理由だけど、加賀の全通式飛行甲板の運用効率をさらに向上させるためと推測されているよ。発着艦に使用できる飛行甲板の面積を増やすと同時に、それらに干渉しない部分液体が露天駐機できるようにしたということだね。ちなみに加賀など同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているのが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦で、この艦首部分にはスキージャンプ方式を採用しているから、戦闘機の発艦だけを考えれば、上艦の方が運用効率は高いようだな。というのは、スキージャンプ方式を採用すると艦載機 F-35 ライトニング 2B 型は、それ以外の艦艇より大量の燃料や兵装を搭載した状態で発艦できるといい。だから戦闘機としての作戦行動の自由度が増えることになるぜ。加賀など、出雲型護衛艦においては F-35 ライトニング 2B 型の運用効率を重視して、スキージャンプの増設も検討されたとされているが、出雲艦は艦首部下部に重量のあるソナーを搭載していることもあって、見送られたと考えられるな。防衛予算から出雲型護衛艦の航空母艦化改修工事を考えてみると、2022年度分は出雲用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援分として約12億円を費したということだよ。アメリカ軍の技術支援の内容だけど、日本は F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を未だに保有、運用できておらず、なので1回目の工事を終えた出雲はアメリカ海兵隊岩国基地所属の同機が初着艦テストを実施しているんだ。このような F-35 ライトニング 2B 型の実機を使用した各種テストや、艦内格納庫をはじめとする準備費用として、アメリカ軍のリソースを活用する経費、いわばコンサルティング的経費がこれに充当されていると推察されるね。来年度2023年度防衛予算の内訳だけど、出雲型護衛艦航空母艦化改修に、出雲と加賀の2隻で総額約52億円を投じることが確定していて、つまり、夏の概算請求にさらに上乗せされているってわけ。出雲型護衛艦の基本スペックを紹介すると、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルで、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合はマックス約10機が艦内に収容可能と見られていて、F-35 ライトニング 2B 型10機という艦載機数を考えると、航空母艦という言葉からイメージされる航空戦力としては決して大きいとは言えないと感じられるけど、個人的には次の艦艇建造への布石ではないかと思われるね。尖閣諸島を含む南西諸島防衛のためには、今後ますます島嶼防衛用装備の重要性が増加すると思われ、ということは、出雲型護衛艦で F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用実績を積み重ねて上で、以後の艦艇建造に反映させる方針ではないかと考えられるぜ。その際、航空戦力としての収容力増加が必須と判断された場合には、持久艦艇建造にも影響するだろうね。例えば満載排水量3000トンクラスの強襲揚陸艦タイプを建造する計画を立てる可能性もあるだろうし、現在より強く水陸両用作戦を念頭に置いたものを購入することになるのかもしれないもん。どちらにしても現状では南西諸島方面で自衛隊が使用できる滑走路は、沖縄本島のみしか存在しておらず、ということを考えると、出雲型護衛艦は一朝有事の際、貴重な航空戦力の投射母体となり、臨時の移動滑走路としての役割も担うものになると考えられるぜ。70年前の話だが、香川太平洋戦争中も大日本帝国海軍の航空母艦加賀として存在していたな。香川基準排水量38,200トン、満載排水量42,541トン、全長 248.6メートル、全幅 32.5メートルという大型艦だったもんね。ただし、注意書きがあり、この加賀がこれまでの排水量を誇ったのは航空母艦ではなかったからで、もともとは加賀型戦艦として建造が予定されていたんだけど、
1921年大正10年採択されたワシントン海軍軍縮条約によって、設計を変更したせいで、それが現在空母に生まれ変わるというのは、歴史の流れを感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。